はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということでやってまいりました。もうスタートダッシュでやってまいりました。デュー君をお迎えするためにね、もう本当に楽しみにしてて、もう仕事休めんて。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。1時間45分って、メンテ延長。ね、私がスタートダッシュするときって大概メンテ延長してません？なんなの？私の仕事休みを把握してるの？運営。あ、こいつ今日スタートダッシュしそうだからメンテ延長すっかなみたいな、そんな、なんか思惑を感じますよ。まあでもね、とりあえず無事、今、5時45分ですかね。6時ちょっと前ですが、なんとかこのアップデが入りましたので、私今、いそいそと準備を、しているところです。めちゃくちゃ楽しみにしてました。キュッカー。俺らのマブがさ、めちゃくちゃエンティーな格好で来るからクラブウェア絶対にお迎えすべく馳せ参じました。あとルークに関してはごめん。明日しっかりとちゃっかりと10連休をもらって終わりに。でもいやー、もう本当にね、ルークはも回したい気持ちもあったんだけれども、はい、始まりました。いやー、ナイトレーブンカレッジのこの背景が素晴らしいんですよね。いやー、もうツイステッドワンダーランド。はい、ラデュークー、統一試験も始まったんだ。そういえばそうだった。遊園地にいるんだから、いや、それも気になりますけれども、とりあえず私はね、まずちなみにお迎えは、フロイドになっております。いいなぜかラビットフェスの、背景なんか合いそうだったから。ラビフェスの、背景にしております。で、まあ補填は絶対に星のかけらだなと思ったんですけれども、まあルクハン、うわー、回したい。見るたびに回したい。はい、こちらですね。デュー君の、陸上部おまけ付き召喚で、ちょっとろれつがね、最初から、やばいですけれども、1時間45分待たされたから。マジカルキー、10連キーもあるし、単発キーも結構ありますので、いや、ちょっと今疲れちゃった。なんだろう、風邪ひいたかな。喉いがらっぽいな。はい。ということで、最初がまあまあ単発ですからね。まあ仕方ないですよね。はい。まあ誰が来るかによるんですよ。最初のね、ちょっと運試しをしたいかななんて思っているんですが。どうですか鏡さん。まあ闇鏡なんよね。誰かな？いや、ここにかかってるんですよ。あー、奥田か、奥田かーい。はい、アズールアーシェングロットくんの、運動着がいらっしゃいました。まあまあまあ運動部ですから、デュくんはね、まあ、運動着って大きな括りで言えば当たりです。大きな括りすぎるっていうね。はい、次は誰でしょうか。まあ羽は1枚なんですよね。知ってる知ってる。まあ10発10連までやっていこうかなと思っておりますが、闇かがさんはやっぱり闇かがですよね。まあ仕方ない仕方ない。まあここいらでちょっとね、 R のデュ君でも来てくれればすごく兆し来てるんじゃないかなって。奥田かい。奥田フロイド、あら、ホームの強みかな。フロイドの制服がいらっしゃいました。はい、ということは部活メダルも嬉しいですね。そう、1回召喚するたびにね、10枚もらえますから、本当に単価合ってるみたいな。はい、次、まあ1枚ですね。いや、ここいらでね、ハーツデーが来てくれたらちょっと嬉しい。もしくは、誰かジャミルパイパーくんとか来てくれたら嬉しいな、なんて思っているんですが、まあそううまいことはいかないかなとは思っております。3連目のどの量かな。おー、来るじゃん。ちょっと待って、これはカーリムくん。ジャミルじゃなかったけど、まあまあいいでしょう。スカラビアの民ですから、私カリムくんの、制服がいらっしゃいました。ありがとうございます。そして次は4連目ですね。まあ量がばらけてきてくれればいいかななんて思っておりますが、ヘイナイトレーブンカレッジね、偏るとすり抜けるからさ、クラブウェアすり抜けるからさ。闇の鏡に導かれし。はい、どの量が来てかばらけてくれたらいいなと願いつつ、願いつつも、ジャミルバイパー来てくれたら嬉しいななんて。あ、サバだかい。まあいいですよ。いいでしょう。あ、
エチエチ王子タン運動着エチエチ王子タン、ヘイナイトレイブンカレッジ2大名物の運動着エチエチ王子タンが来てくれました。ありがとうございます。大変エッティですいや兆し来てる来てる、本当に来てると、ほら見て見て見て、羽2枚だよ。これもしかして来るんじゃない、序盤でもしかして本当に来る、本当に来るんじゃない。闇の鏡に導かれし者よ、ちょっと待って、いや羽2枚、闇かがだとてだとてだよ、羽2枚だったらいけるよ、ワンちゃんいけるよ、いける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 いけないんかいサバナかい偏りました。ラギタン、ラギタンの式典服がいらっしゃいました。ありがとうございます。まあ可愛いからよしとしましょう可愛いからね、可愛ければ何でも許す Y 監督生はい、次は何連目だ、もう忘れちゃったよ、SR のね喜びで忘れちゃったよ6連目ぐらいかな、サバナサバナで来たから、闇の鏡に導かれし、そろそろまあ、ディアソとかイグニとかそこら辺の後半量がポムとか来てくれればいいかななんて、ばらけて来てくれればいいかななんて、はぁ、あ、使い、まあ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 いいでしょう。あ、リュウか、とてもいいですね、兆し来てます。 R でもデューススペード、今回の狙いの狙いのこの子が来てくれたので、まあまあいいでしょう。ここから SR と SSR と、ね、トントントンと来てくれれば全然問題ない、全然問題ないR かいはい、まあとりあえずね単発ですから、誰が来るのかによります。ここでまあデュースになってくれた、レンチャンデュースになってくれたらちょっと嬉しい気もしますが、でもジャミルバイパークも来てくれたら嬉しいですがっていうねあ、ティアソかい、まあ後半量嬉しいですね。あ、シルバーの制服がいらっしゃいました。ありがとうございます。ちょっとばらけてきたんじゃないですか。はい、7連目でしたね。次が8連目。あと2、3個、10連までやっていこうかなと思っております。今来てない量どこだ？ポムとイグニですよね、多分ね。いや、来い来い。闇の鏡に導かれし。いつでも来い来いって、そろそろ来てくれれば。嬉しい、10年前にちょっとばらけてきてくれれば嬉しいかななんて思っております。私でございます、 Y 監督生です。あ、ポムだ、よしよしよし、ばらけてきてくれました、ルックハンお誕生日おめでとうハッピーバースデー明日の10連機セベクに使わせてもらうね、ありがとういやもうルックハン回してる方いらっしゃるんだろうな、いやもう私の運差し上げます頑張れ、ルクハンに回すべきだった運を差し上げますので、神引き応援してます。はい、ということで、まあ安定の闇加さんなんですけれども、誰が来るか、そろそろイグに来てほしいななんて、ハーツかい、あ、デュ君かな、もしかして、あ、デュ君、ケイ君ケイ君の制服がいらっしゃいました。ありがとうございます。ケイ君はね、推しですから何ぼ来たっていいよいや、ケイ君もかっこいいんだ。まあ、とりあえず次で10連目なので、単発ラスト一旦区切りとさせていただきますが、まあまあ、こうなることは予測しておりましたよ、私は。もう何年ガチャやってるんだっていう話ですからね。闇の鏡に導かれし。はい、まあ、とりあえず、まあ、誰が来るかによります。何回も言うけどね。誰だ？どの寮だ？どこが来る？あ、オクタか。オクタに始まり、オクタにはアズールに始まり、アズールに終わる。ありがとうございます。アズール、アーシェングロットくんの制服で、一旦、単発終わりとなります。そして、10連キーの方も、結構ありますので、そちらの方回していこうかなと思いますが、どうしようかな。本当に、60連ぐらいまでで来てくれれば、次のセベちゃんもね、仮点まで回せそうな勢いですので、どうにかこうにか、おお、よしよしよしこれは来るんじゃないか。もう序盤で、もう序盤で来てくれる、越したことはねえからね。ありがとうございます、なんたまですいざ道でこそないが、どうかな。いやー、これはね、ちょっと期待しちゃうよ。サバナかい、サバナかいあ、ラギタン結構来ますね。ラギタンの制服がいらっしゃいました。ありがとうございます。ジッパー上げ下げしたいよっていうねはい、次は誰でしょうか。イグニア、初イグニですね。誰かな。あ、アルタキュー、アルタキューの、アスレチック
ックギアですね、これは。はい、あ、次は、おっとっと、おい。ディアソでした。はい、シルバー。シルバーも多いですね。シルバーの、実験機がいらっしゃいました。SR ですね。ありがとうございます。次は誰でしょうか。あ、サバナが多いですね。サバ、ジャック・ハウルコン。同じ部活メイト、陸上部のジャック・ハールくんが来てくれました。ありがとうございます。これは兆しが来て、おっと、これはスカラビアということはカーリムくんいつもこれジャミル・パイパーくんって思ったらいつもカリムくんでも好きそういうところ、もういっぱい来てくれるところが好き、私はカリムくんのあ、ラギタンもいっぱい来ますね。こちらも、運動着でいらっしゃいました。2枚目ですね。ありがとうございます。次は誰でしょうか。あ、ディアソです。ディアソも多いですね。これシルバーラギタンとシルバーとアズールが多いんですよね。ちょっと待って、偏ってきたのではないでしょうか。ヘイナイトレイブンカレッジ、偏るとちょっとやばいというあの噂を聞いておりリリーちゃん、あ、でも親父殿は初めてですね。はじめまして、ありがとうございます。まあ、初めてのキャラ来てくれるのとても嬉しいです。どんどん来てもろてっていう感じですねはい、次はジャック・ハウルくん。ジャック・ハウルくんの、こちら制服がいらっしゃいました。ありがとうございます。次、おっと来るか、来ないんかいディアソですね。あ、ディアソの SR が多い、親父殿。いや、親子コンビで来てくれますね。実験着ペアです。ありがとうございます。これで終わりか。あ、終わりましたね。ありがとうございます。サバナが割と多い。サバナとディアソが多いですね。はい、次、30連目、の10連をやっていこうかなと思いますが、もうバルコニーグリムは久しく見てない。あ、でも羽は2枚ですね。兆しは来てるのかな？どうなんだろう？次が闇加賀さんの出番ですが、パターンですか？シーンですか？ルールですか？何を言ってるんですかって、はい、とりあえず何玉ですが、どうかな、せめて最低保証にならないようにだけはしていただきたいルークハント。そうですよねはい、ルークハントの運動着がいらっしゃいました。ありがとうございます。いいウインクいただきました。おー、来るか、あ、来ないんかい。あ、ハーツです。あ、ハーツの SR 誰かな。あ、リュウコンの、式典服が、いらっしゃいました。ありがとうございます。欲しいんです、私この子がこの子の SSR が欲しいんです。本当にお願いします。あー、オルトキュン1年生ペアできましたね。今度もアスレチックギアですかね。ありがとうございます。次はハーツだ。もしかして次はマーバー1年生が結構連続できてますね。嬉しいですね。もうあざとい、ストラッポラ君は本当にあざとい。次は、もしかしてこれはセベクなのか。1年生組でシルバーシルバーめちゃくちゃ来ますね俺のターンだぜって言わんとばかりの、いや、シルバーフェスティバル開催中です。ありがとうございます。あ、おじいたーんおじたんが今度は制服でいらっしゃいました。ありがとうございます。そのね、制服のシワも私愛おしいなと思っておりますあ、サバナだ。あ、またサバナだ。誰かな。だHH おじたんもう何回でも言っちゃう。HH おじたんありがとうございます。いや、HH おじたんは何回来てもいいのよね。本当にエッティだからありがとうございます。次はアズールアーシェングロットくんの実験技ですね。いや、もうね、私昨日ジャミルバイパークの SSR 実装も決定して、おっと、ヘイナイトレイブンカレッジ名物来ました、トレイクローバーもう本当にジャミルの SSR が実装されてから本当にありがとうしか言ってない。もう昨日からずっとありがとうございますってずっと言ってるの。ツイステ君起動するたびにもうありがとうしか言えない運営には、はーい、終わりました。こちら30連目が終わりまして、まあ、とりあえず、まあ、HH おじたんも見れたし、 SR のデュー君も見れたし、ヘイナイトレイブンカレッジ名物トレイクローバーも来たので、これは当たりです次は結構羽が2枚、もう大丈夫そのめちゃくちゃカラス抜けてない羽大丈夫闇の鏡に導かれ、闇に戻ったか。まあ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 、でもね、序盤ですから、まだ40連目ですから、逃げ切らないあ、スカラビアだ。これもしかしてついにジャミルバカーリムくん
カリムくんなのよね。やっぱりカリムくんなの。ありがとうございます。でも私スカラビアの本当何回も言うけれども、スカラビアの民ですから、もうカリムくんがね来てくれても本当に嬉しいの。ありがとうプレイフルランドお疲れ様すごくいい活躍してくれたね。はい、次は誰でしょうか。ポムですね。いや、なんだかんだでビル様も結構来てないですか。さっきかなんか、さっき来てた気がするよ私私が結構喋っている間に来てたような気がしますよ。幻覚ですかはい、次はサバの、そうラーギタンも結構来るんですよね。いや、ラーギタン私のこと好き。ちょっとラーギタンに愛されし女なのかななんてちょっと思ってたちょっとね幻覚見えちゃってるな。ジェイドリーチ、あれジェイドリーチは初かな。運動着でいらっしゃいました。ありがとうございます。次は誰でしょうか。あ、ポムがまくってきましたね。誰が、エペペの制服がいらっしゃいました。ありがとうございます。 あとはセベックだけじゃない、1年生組ね。えゆくんもまあね、マーブ、あとエースも来たし、ジャックホラにジャックハルクも来たし、オールトキューも来たし、エペペも来たし、セベックだけだよ。セベック、まだ来てないよね、セベック。セベックSRで来るか。あ、オクタか。オクタは来ないな。オクタはね、1年いないからさ、2年しかいないから、はい。フロイドの式典服がいらっしゃいました。次は誰でしょうか。あー、ポムが多い。ミュール様が多い。まあ、その指使いがとてもエッティだから私は全然問題あの来てくれたって、問題はないんだけれどもね、ちょっとねちょっとねそろそろ焦りを感じ、おお、お兄ちゃん、お兄ちゃんも初じゃないかしら。かわいいね、運動着はい、終わりました。40連目が終了いたしまして、次わお折り返し地点折り返し地点だ、50連目ですもうどんどんと10連キーが貯めていた10連キーがなくなってまいりました。あ、はい、とりあえずは羽が2枚なんですよね。ほんと大丈夫かな、もうカラスつるっぱげになってないか本当に心配です私はい、なんたまちゃんですね。全然いざらない、本当にどうやったらね鏡さん怒ってくれるのかななんていつも試行錯誤をしておりますが、ハーツですね。お、ヘイナイトレイブンカレッジトレイクローバー、ヘイナイトレイブンカレッジっていうかヘイナイトレイブンカレッジ名物のトレイクローバーですね。来るか、あー来ないんかい。オクタの SR が多いんですよね。アズールアーシェングロットくんの、式典服がいらっしゃいました。ありがとうございます。とても麗しいです。ありがとうございます。次はあディアソですね。あ、そろそろセベクが来るか。あ、マレ様あ、初めてマレ様かな、初めまして。制服でいらっしゃいました。次は誰でしょうか。うん、ハーツ、誰かな。あ、リドル、あ、リドルも初めてかな、初めまして初めてキャラが多いですかね、ここの折り返しって。おっと来るか、あー来ないんかいディアソ、あ、ついにセベちゃんが来るの。セベちゃんセベちゃんの実験着がいらっしゃいました。いやもうね、トコヨの甲冑が楽しみでならない、本当にもう中旬は眠れねえですよ私オルトキュンね、オルトキュンね、オルトキュンのケルベロすぎら私、すり抜けたが大すり抜けしたから、セベクの常世の甲冑は絶対にお迎えしたいのね、シルバーチャプター5もね、すごい良かったから、シルバーとセベクのあの絆がすごい、もう私泣いちゃってだからチャプター6もすごく楽しみにしているからね、シルセベコンビ主にセベク、セベクすごいか、ね、活躍してたからね、ジェイドの、制服がいらっしゃいました。もうセベクに関しては好感度が爆上がりで、も話が止まらないのよねはい、ジャックハウル君の、運動着がいらっしゃいました。ありがとうございます。次は誰でしょうか。オクタが多いのよねはい、フロイドの運動着がいらっしゃいました。運動着が結構続いているような感じかな。はい、終わりました。ちょっと水分補給しますね。はい、水分補給している間にポチポチさせていただきました。次は羽一枚かい
水分補給した途端に羽一枚ってどういうことだよって。闇の鏡に導かれ休憩するなと。まあ確かにガチャの時はあまりね水分補給しない民ではありますが、ちょっとさ今日喉いがたっぽいからお迎えした時に天使くーってなっちゃうから喉潤したくなっちゃったじゃん。はい、ビル様です。もう何回目かなっていうぐらいのビル様です。次は誰でしょうか。はい、サバナも多いですね。ラギタンの制服がいらっしゃいました。ありがとうございます。まあまあでもね結構ポムとサバナが偏ってきておりますので、長引かないことを願いつつも結構長引いてるけどもね、今ねちょっとろれつも回ってないけれどもね、ろれつがもういかれてるのよ。早く来てくれないとデューススペードくん、私のろれつが大変なことになってしまって、ペペ連続エペペです。ありがとうございます。もう本当にろれつが回る、あのまだ回っているぐらいの時に来てくれないとねどうにかなってしまうよ本当に。私はまあまあ運動着でいらっしゃいました。はい、次は誰でしょうか。あー、スカラビアだ。これはついに、もしかしてついにカリムくん何回目ですかカリムくん。もしかしてジャミルバイパーくん、アップルモアの準備してるのカリムくんだったら許す中旬だもんね。もう今から準備しないとアップルボア塗っとかないといけないもんね。わかるわかるもう大丈夫、アップルボアさえ来てくれれば私何も言わないから今日来てくれなくても悲しいけれども、その代わりにカリムくん来てくれたんでしょ。愛おしいね、スカラビアって本当にありがとうはい、ということで次はデューくん、デューくんの制服がいらっしゃいました。ありがとうございます。でもねそろそろ SSR が欲しいんだな、デュク。そろそろあのお着替えしてきてもろてあの露出度の高い方露出度の高い方でお願いいたします。はい、あはー、あっという間だよ。もうちょっと次70連目なんですがあー、もうあと10連機も2つしかなくなっちゃったよ。あんなに食べたのに使うときは一瞬なんだよねはい、ということで、鏡さんお願い、いざって、何時の魂の形を見せよ何玉かいもうそろそろ、もうあと10連20連で来てくれないとさ、石は消費したくないの、はい。名物がいらっしゃいました。制服でしか来てないかな。ヘイナイトレイブンカレッジ名物は運動着でも来たかな、どうかな。はい、とりあえずディアッソです。あ、マレ様ですね。マレ様の制服がいらっしゃいました。次は誰でしょうか。誰かな、 SR だよ。 SR のサバナはラギタン2枚目ですね。いや、ラギタン結構来ますね。いや、でも、サバナがまんべんなく来てるような気がする。おっと、来るか、ついについについに、これは、カリムくんカリムくんなのよね。ごめん、ごめん、さっきアップルボアの準備してるって言ってたのに、矢先に、そんな期待しちゃって、ごめんね、カリムくん、そうだよね。分かってたのに。来てくれないって分かってたのに私。でもオレンジの光見たらね期待しちゃうのごめんね。多分これ以降も来たら多分期待しちゃうと思うよし何次はマレ様の運動着がいらっしゃいました。次は誰でしょうか。サバナですね。サバナ多いですね。はい、同じ陸上部のジャック・ハウル君、運動着でいらっしゃいました。いや、クラブウェアもね、本当に良かったから、いや、グルービー、あ、多分動画投稿すると思うんですけれどもね、グルービーも良かったからね、デュー君。だから私、デュー君のクラブウェアのグルービーも絶対すごいと思ってるから、お、来るか？あー、来ない。はぁ、使い、デュー君かな？あ、ケイ君。ケイ君はなんぼ着たっていい。ケイ君好きだから。ありがとう。実験着でいらっしゃいました。次は、あ、はい、サバナですね。ケイ君じゃない。ケイ君に、もううつつを抜かしてたらケイ君って言っちゃった。ラギタンの、運動、ギャー終わっちゃった。いやー、次
です。多分あるんです。お願いします。闇の鏡に導かれし者喉もいかれております。もう完全にこれお迎えした時ノードいかれるで、はい、オクタですね。まずはオクタが来てくれました。アズールアーシェングロットくんの制服ですね。ありがとうございます。いい着こなしですそして、次も R ですね。オクタが続きます重なります。こちらフロイドの運動着ですね。オクタが続いてる。でもオクタレンジャーのあれなのか、オクタレンジャーが来るのか、サバ高いラギタンが多いね。本当にそんなにジッパー上げ下げさせたいのっていう私にありがとうございます。次は来るかが来ないんかいあ、来るか。もしかしてジャミルマイパークがついにカリムかもうカリムくんばっかりだね。ありがとうございます。もう好きだよ、本当にそういうとこ好きだよ私、カリムくんのもう本当にスカラビアの民を狂わせるんだから、カリムくんって手のひらの上で踊らされているような。うわー、来た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 、これ待って待って待って、本当に陸上の大会も好成績を目指す。文武両道を極めてこそ優等生だからな。ひたすら突っ走る。陸上はこのシンプルさがいいよな。僕の性に合ってる気がする。え、肌白露出えぐえ、見てこれ上半身の露出大丈夫、これすごいすんごい手出てるどうしよう肌色の比率がやばいありがとう。なんて素晴らしいカードが実装されたんだヒラギタンですはい、まだガチャちょっと続きますが、もうウィニングランということで、デュー君のね感想を述べたいと思いますが、素晴らしかったですね。もう本当にいやー、おとわれ必死ですもんありがとうデュー君、とっても優等生です。しかもさ、星送りの衣よりも露出がえぐくて私本当に好き。見てほら、だってさ、制服とかハーツの両服って露出少ないじゃないですか。だからね、貴重なの。もうデュックの音来るかちょっと期待しちゃったデュックの二度腕が見れるなんて貴重なのよありがとう。しかも鎖骨も見えてるしさ、大丈夫、しかも脇がさ、ありがとうございます。ほら見て、カードビジュアルがさ、もう脇がド直球で来るのよ。脇がさ、ありがとう、大好きデュカー、よかった。しかも石をね消費しないで済みました。なんとか生き延びました。うわー、デュカーかっこいい。これとりあえずね、家具も揃えて、キャンディーも揃えて、グルービーもね、後日見たいかなと思っておりますので、いやー、まずはよかった。そちらの、グルービー等々の動画に関しても、まあ、お付き合いいただける方は、ご覧いただければ幸いです。とりあえず、勝ち取りましたはい、ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うぽまつです。